だよ。はい、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。 YouTube をご覧の方からおコメントをいただいております、うん、今回は嬉しい事後報告ですね。あ、嬉しい事後報告、はい、はい、いいですね、最高ですね。ありがとうございます。全車輪系です。全車輪系、はい、はいはい、大王の動画に出会ってから全車輪を目指して日々頑張っていました。ほうん、そうすると、うん、なんと、うん、オベヤだった息子が部屋を片付け始めました、うん、ああいいね。私はこれについてめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。嬉しいよね。ベッドと大きな棚も一緒に捨てました、うん、息子の性格も以前より前向きになったような気がします。 ありがとうございましたと、うん、いや素晴らしいね、はい、やっぱりそうやってお母さんがさ、やっぱりね、そういつもご機嫌を演出して物を手放していく、そして家をきれいにしていくっていうさ、はい、やっぱそういう背中を見せ続けていくと本当家族変わるからね。そうですね。だからいいですよね、そうやってね。しかもさ、お子さんがそうやってね、大体さ、うん、やっぱお子さんはもう8割はお部屋だからね。あ、うん、でもそうですよね、うん、確かにそうですね。僕なんかもうスーパーお部屋ですよ。あ、どんな感じのお部屋だったんですか。いや、掃除とかできないからね、はいはいはい、片付けることもできないしさ、はい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 、うん、もうスーパーお部屋、ゴミが転がってるみたいな。もうゴミ転がってますね。へー、物も元に戻せないしね。はいはいはい、はい、もうそれはひどかったよね。ああ、そうなんですね。そうね、でもお母さんに片付けなさいとか言われても片付け方がわからないみたいなね。ああ、そうなんですね、うん、だからね、きっとそういう人多いと思うけど、やっぱりそうやってさ、お母さんがそう一生懸命やってる背中を見せ続けていくとさ、うん、やっぱりあ、自分もやんなきゃなとか思うよね。確かにお母さんの背中見てるだけでそれが、うん、なんだろう、あ、そうやったらいいなってなんかわかりそうですもんね。そう、あとはやっぱそのリビングとかがさ、はい、ね、綺麗に整頓してると自分の部屋帰った時あまりの汚さにこのギャップを感じるよね。居心地の、ね、やっぱあの自分の部屋だけ汚くて他の部屋が綺麗だとね、うんうん、大体まともな人間っていうのは、うん、自分の部屋帰ったら居心地悪いんだよ絶対。ああ、そうなんですね、うん、だからもう麻痺しちゃってんだよねみんなね、うん、家が全部が汚いから、全部が汚いから、全部が汚いから、全部が汚いから全然麻痺してるから、その自分の部屋帰っても汚いとかその感覚ないんだけども、はいはいはい、周りが本当に物がなくなっていってさ、はい、床面積も広がっていってさ、うん、お母さんがいつも綺麗にしてる背中なんか見てるとさ、うん、ね、鼻歌なんか歌いながらさ、こんなさ、はい、キュッキュッキュッキュ磨いてる姿なんか見てたらさ、はい、自分の部屋帰ったらすごいギャップ感じるよ。そうですね、これなんだこれはみたいな。そうですね、やべ、俺もちょっとやろうかなとか。人間の住むところじゃないって思いますもんね。そう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 、ね、でなんか前向きになってるっていうのはやっぱり、はい、物を手放し始めていけばさ、はい、やっぱりね、本当の自分っていうのが出てくるからさ、やっぱ前向きになるっていうのはそれは素晴らしいことだよね。じゃあもともと前向きだったんですね。そうだね、はい、だからね、嬉しいよねそういうのはね。そうですね、うん、だからやっぱね、こういう、ね、悩み抱えてる方も本当多いと思うから、うん、あとはもうその自分がね、うん、自分がどうなりたいかだからさ。そうですね、うん、もう今年もあと残り少ないからね。はいはいはい、多分去年までもしかしたらあんまりその息子大部屋だったりして、まあ、普通の家族関係だったと思うんですけど、うん、今回は綺麗な家でクリスマスを迎えられたりするんじゃないですかね。ああ、そうだよね、いいよね、はい、最高だよね、はい、うん、だからそういうのをやっぱ目指してやってほしいよね。そうですよね、みんなでケーキ食べたり、うん、もう本当にね、そもそもクリスマスって何でしたっけ。クリスマスって何でしたっけ。イエスの誕生日。あ、イエスの誕生日なんですね、うん、あ、そうなんですね、うん、イエスの誕生日って、うん、あ、が12月24日25日だった。うん、だけどまあ実際はね、はい、そのやっぱりいろんな歴があるからね。あ、まあ一応、はい、そのいろんな歴によって、はい、今のこのさ、はいはいはい、この地球のっていうか今のね暦っていうのはさ、はいはいはい、グレゴリー歴だから、はい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 、だから実際グレゴリー歴で見ると、はい、イエスの誕生日っていうのは3月19日だからね。え、実際ずれてるんですよ。実際ずれてる。そのなんかその時のなんか読み歴によって変わってくるからね。あ、暦が違ったんですよ。そうそうそう、だから1月6日っていう人もいればね、はいはい、3月19日だから、このグレゴリー歴で言えば3月19日だね。あ、そうなんですね、うん、大王博識ですね。いや、そんなことないですよ、ジャニーさんから聞いたんですよ。大王は、うん、三田先生から聞きました。三田先生からね、まあ、僕の師匠から聞きましたけどね。そうですね、うん、いや、まあ、だから本当そういった意味ではね、はい、まあ別に、まあ、今12月24日がまあイエスの誕生日と、あ、25日がね、はい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 、だからまあ別にそれでいいんじゃないですか。でも3月19日は3月19日でさ、はい、まあ、イエス様にこうおめでとうございますっていうね。そうですね、本当の生誕、うん、なんかイースターエッグとかそういうのありますもんね。そうだね、はい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 、うん、だからまあそういった意味ではね、はい、まあ別にいいんじゃないですかね。だからもうね、もうクリスマスだけどね、やっぱクリスマス、はい、
の時はやっぱね、その綺麗なところで祝いたいよね。そうですよね、うん、だから本当にもうね、年末も近いしさ、はい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 、年末になってくると忙しいから本当にね。そうですね、もう年末年行ったらもうやらなきゃいけない。クリスマスになったらもう残り1週間。そうですよね、うん、1週間だね。どうしたらいいんですよ、もうそれ、そこまでいったらもう、あとはもうゴミの収集日のラストの日を知っとかなきゃいけない。そう、マストですね。それだから、それがさ、地域によって全然違うけど、はいはいはい、まあ、26の人もいればね、はい、7の人もいるし、8の人もいるし、9の人もいるだろうし。そうですね、だからそれ知っとかなきゃいけないよね。そうですね、うん、6になっちゃったらもう捨てられないから、そうそう、7の地域の方に持ってかなきゃいけないですもんね。おー、もうそんなことが可能かどうか知らないけどもね。めっちゃ大変だと思います。そう、あとはもう何でも屋さんに頼むしかないから。あー、そうですね、うん、だからもうそういった意味ではもう切羽詰まった、ね、はい、人もいると思うから、まあそういう人はもうね、お金使って解決していくしかないんじゃないのかな。だいぶ年末のルーティーンとかあったりするんですよ、毎年こういう風にするよとか。年末のルーティーン、いや、それはありますよね。あ、そうなんですね、うん、年末のルーティーンだ、まあ、とにかく本当にね、そのもう綺麗な状態でやっぱり大晦日迎えたいよね。そうですよね、うん、だからみんな慌てるからね。あ、なるほどなるほど、事前にやって、前倒し前倒しでやっておくってことですよ。そう、だからもうほとんどの人が先延ばしにするからね。うん、そうですね、そう、だから先延ばしにしていくから、はい、もう人生も先延ばしになっちゃう、開運も先延ばし、全部先延ばしになっていくから。そうなんですね、うん、だから前倒しでやっていかないと。だってもうそれをさ、はい、11月の時から言ってるからね。ああ、そうです、もう11月から言ってるから、全シャリレボリューションから、全シャリレボリューションから、はい、今はもう全シャリエクソシストでしょ。全シャリエクソシストです。これで新年迎えると大変なことになるよ、このお部屋のまま新年迎えると、はい、だからなんか本当さ、よく言われるけど、やっぱケツ叩いてくれる動画撮ってくれとか言われるよね。はいはいはい、じゃあ今叩きましょうこれ。だって今叩かずにはもう開けられないですね。いや、だからもう本当今本気にならないとさ、もうあと残り少ないからね。はい、うん、エクソシストになった時の怖さをちょっと大王教えてください。エクソシストになった時怖さ、はい、いや、もう怖いよ。何が怖いっていうかさ、はい、やっぱそのままね、そのお部屋の年越すってことはさ、はい、もうそのもうなんていうのかな、もう2020年と2021年は上がることはないよ。上がることないんですね。上がることないよ。いや、だから今2020年で、はい、ね、2020年、いや、本当にいい年だったなって思う人はいいけどさ、うんうんうん、だってお部屋の人ってさ、はい、大体もうお部屋の人は8割はついてないんだから。あー、統計が出てるんですね。うん、8割の人はついてないから、はいはいはい、そのついてないのが2021年も行くわけだから。うん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 、うん、うわー、それ辛いですね。うん、だってそのお部屋のまま年越した人が、はい、きっと2021年の年末も汚いよ、はい、うん、そうですね、うん、多分、はい、うん、そうですね、だからどっかでスイッチ入れてやんない限り人生は変わらないからね。そうですね、だからちょっと真剣にやらないとね。はい、もう最悪、もう最悪の最悪の最悪はさ、はい、もう何でも屋さんに頼むしかないんだよ。ああ、そうですね、うん、じゃあ今ゴミ袋を開くか、今何でも屋さんを検索するか、どっちかで。そう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 、はい、本当にそう、本当に今しか変えられないので。だから僕の年末のルーティンしたら、もうあの絶対的に僕はもうハウスクリーニング頼むからね。ハウスクリーニング頼む、ハウスクリーニング頼む、もう早い時期からもう頼んどくから、もう、あ、年末、うん、もう12月ギリギリになったらもう来ないから、あ、もう忙しいから。そうなんですね、予約で埋まっちゃってるから。あ、そうなんですね。だけど、はい、だけど東京なんていうのは、はい、やっぱ人口も多いし業者も多いから、はい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 、東京だったらね、結構今でも、あ、いける。はぁ、大王どうしたんです。はぁ、噂してるやつじゃないですか、誰か。はぁ、大王、風邪かもしれない。絶対風邪ひかない。はい、そうなんです。失礼しました。大王、あ、もう一発来そうだ。すごい、めでたいですね、4発、うん、だからそういった意味ではさ、東京なんかしれっと入ってた、しれっと入ってるけど、東京なんか本当人口も多いし、はい、業者も多いから、はい、今でも間に合う、間に合いそうですね、絶対間に合う、今でも絶対間に合う、はい、電話かけまくれば誰かがいるから。あ、そうですね。なんだろうね。そうですね、なんか僕もそうなんですよ、今この寒さなんですかね。あ、そうだね、はい、いつもの部屋と、急に寒くなりましたもんね、いつもの部屋と違うからね、はい、まあだから本当にね、もう今すぐ悩み無用フリーダイヤル、そうですね、うん、やってほしいですよね、本当に、はい、もうまだ絶対ね、あの助けてくれる人いるよ。そうですね、まあどこのあのどこのあの地域でも何でも屋さんって多分いると思うから、はい、よっぽど地方で田舎でなければきっといると思うので、
まずは検索だね。そうですね。まあ地方でも隣の家の検索おばちゃんにお願いしたら、もう迎えに、なんか手伝いに来てくれるかもしれないですもんね。そうだね。はい。ぜひおばちゃんに連絡してほしいと思います。うん。だからもう時間がないからね。はい。だからもう今の状態のままで、はい。年を越すのは危険だよ。危険ですね。危険だよ。はい。来年良くしたいと思ってるんであれば絶対やってほしいです、ね。いや本当に危険だよこれ。はい。うん。だから。もう2020年の汚れは2020年のうちに何とかしなきゃいけないし、うん、はい、もうやっぱり本当にですね、この2020年がもうその大晦日が綺麗な状態で新年迎えると本当に気分が違う、はい、そうですね、うん、だから僕はその年末ギリギリの時に、はい、でもそのハウスクリーニングもう全部やってもらうからね。全部ってど全部ってどこからどこまでを全部、え、玄関からベランダまで全てオールセット。そうなんですね。オールパック、え、水回り、いやもう全て。あ、そうなんですね。そう、全て、だから女だと高いじゃないですかとか言われるけど、はいはいはい、それ問題じゃないんだよね、うんうんうん、だってその波動の高い状態で年を越した時のメリットっていうのはすごいんだよ、うん、だからそこでいくら高かろうが、うん、そこで使ったお金なんかいくらでも回収できるから。あ、そうなんですね。そう、ただの投資でしかないですね、うん、だからもう自己投資だよね、はいはい、うん、だからこの自己投資にお金使わない人がすごく多いからもったいないなと思うよね、うん、だからそこで使ったお金なんかもう全然回収できるから、うんうんうん、だからそういった意味では本当ね、僕は業者を使った方がいいんじゃない、まあ 使わなきゃいけないなんていうことはないけども、うんうん、使える人は使った方がいいんじゃないのかなと思うよね、はい、まあそこで使ったお金は本当回収できる。そうですね、うん、本当に回収できるからね、はい、もう、てかもう本当その2020年は本当綺麗にして2021年の自分にバトンタッチしていくってことをすると、はい、随分違うからね。そうですね。だから多分今までそんなこと意識したことはほとんどの人はないと思うんだよね。そうです。この今10万人になったじゃないですか、うん、この見てる10万人の方たちには絶対に去年よりいい来年、あ、違う、今年よりいい来年になってほしい、うん、本当にそうですよね、うん、はい。なので今ゴミ袋を開いてください。そう、本当にね、はい、もうオープンザビニールやべ、ありがとうございます。コメント、チャンネル登録、ビニールボタン、高評価ボタン、なんでかけてくれるんですか。練習と違うじゃないですか。なんでなんだ、なんでだ。登録してね、よろしくお願いします。ここ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 一周回っちゃってるよこれ。何周回るんですか。ということでチャンネル登録をよろしくお願いします。また